根岸安森。江戸の南町奉行であり、民間の逸話、噂話などを記した耳袋の作者として知られる。元文2年1737、御家人である安城貞弘の三男として生まれる。宝暦8年1758に根岸盛典の養子となり、その後勘定方になる。1784年には佐渡奉行に就任。元来書き物を好んだ安森は、その頃より知人や町の噂などを通じて知り得た話を忘れないように書き記し始める。その後勘定奉行を経て、寛政10年1798には南町奉行になった。御家人という身から奉行にまでなるというのは、当時としては異例の出世であり、またその人柄からも名奉行と謳われた。事実安森は有能であり、また人柄もよく、他人の長所を引き出すことに優れていたようである。耳袋は全10巻という形をとっており、多数の珍談、奇談が収録されているが、あくまで本人の楽しみのために書かれたものであり、その中には幽霊や妖怪話なども含まれているが、どうやら安森本人はそういったものの存在は信じていなかったようである。